どうも、ふなしゲームズふなしです。今回はおすすめ SBC 第1弾ということで、今現在来ているマーキーマッチアップから2つ紹介したいと思います。今回の第1回目のマーキーマッチアップが期限が9月の26日になっています。ですので3日先行プレイもしくは EA アクセスをやっている方向けの SBC、もしくはウェブアプリでやっている方はそちらでもできますので、ぜひやってみてください。で、おすすめする SBC はこちら、PSV 対アヤックス、こちらの SBC、 そして、その下のチェルシー、と、リバプールの SBC になります。で、 PSV と、アヤックスのSBC の方が、プレミアムゴールドパックがもらえます。これはゴールドが12で、レアが3つで、プレイヤーと、消耗品が混ざっているパックになります。まあ、レア3あるんで、まあ、ワンチャンいい選手当たる可能性あるかなと思います。で、上の SBC は、約3100コイン、まあ、多くても3500コインほどで、終わらすことができますので、コインにね、ちょっと余裕ある方はぜひやってみてください。おそらく元取るのは結構簡単だと思います。そして、もう一つ、チェルシーとリバプールの、下のやつの SBC が、ジャンボプレミアムゴールドパックがもらえます。で、これは24、ゴールドで、レアが3つ。で、選手と消耗品が混ざっているものになります。で、上のアヤックスの方のパックはコインで買おうとすると7500コインかかるものなので、非常に半分以下のね価格で作ることができますのでお得です。で、チェルシーとリバプールの方はなんと1万5000コインかかるパックが約4000コインほどで作れますので、ぜひ作ってみてください。まあ、特におすすめなのは下ですね。チェルシーとリバプールの方は非常におすすめです。では、ちょっとね、一つ、スカット、例を、紹介したいと思います。で、今回、ブロンズの選手が、3、4、5、6、7、8枚入ってます。で、こちらの選手は、即決で買うのではなくて、入札して150コインで買うのがおすすめです。即決の最低価格が、200コインなので、8枚、50コインプラスで買ってしまうと400コイン、高くなってしまいますので気をつけてください。ではちょっとね、選手、右上に、詳細がね、出てますんで、こちらを、ご覧ください。ST が、コーコランかな。そして、RM が、ハレ。そして、LM が、グレイドンかな。グレイドン選手。そして、CM 右から、フィン。これブロンズの選手ですね。そして、コーク。この辺はイングランドですね。そして、ウェストウッド。そして、LB の選手が、ピースかな。ピールス。そして、CB の選手が、無損だ。そしてもう一人、ここは CM の選手入れてますね。コケミストリーのためです。オスマン。こちらの選手がちょっとね、高値になってしまうかもしれないので、まあ、頑張って安く、手に入れてみてください。この辺のゴールドの選手は比較的、簡単に400コインとかで購入できると思います。そして RB、ファン、エビ塾かな。これ250コインですね。LB は150コインで買えます。で、他のブロンズは全部150コインで買ってください。で、金は400コイン。で、RB は、ここ安く買えればさらに値段を抑えれます。250コインほどで買えると思います。そしてゴールキーパー、ハドソンかな。こちらの選手で SBC 完了することができますので、ぜひやってみてください。では、
パックね、もらっていきたいと思います。はい、そしたら、下のですね、チェルシー、リバプールの方も、選手紹介していきたいと思います。まず ST の選手から、ピザーロかな、こちら400コインで購入することができます。そして、もう一人 ST、CF ですね、クイソンかな、300コインで購入することができます。そして、RM、こちら韓国の方ですね、チャンフーかな、500コインで購入することができます。そしてドラクスラー、ブンデスですね、こちら350コインで購入することができます。そして、シャハブかな、シャーブかな、こちら、350コインで購入することができます。そして LM、マリ、こちら450コインで購入することができます。そして LB、こちら、カルロスじゃないね、カースかな、こちら250コインで購入することができます。そして CB の選手、ノルドベイトかな、こちら400コインで購入することができます。そしてバーク、こちら450コインで購入することができます。このブロンズの選手、ちょっとね、高値の時もあったので、入札で購入するか、まあ、400コイン、450コイン、500コインほどで購入することがいいと思います。そして、RB。こちらアメリカですね。チャンドレアかな。450コインで購入することができます。そして、上限に、リバプールかチェルシーの選手が1人いると書かれてます。これはもうなるべく安い選手、今ちょっと値段ね、この、SBC の、せいでですね、上がってしまっているので、もうなるべく安い選手を購入するようにしてください。で、今回ここケミストリーが合うので、ケミストリーの条件85があるので、ここね、ドイツでケミストリー合わせてます。で、ここ GK のリバプールだったら、いいんですが、ドイツでね、ここケミストリー合えば85っていうのは、条件クリアできますので、こちらですね。グラゼルかな、ブロンズの ST の選手を入れてます。こちら500コインで購入することができました。この SBC いかに安くするかっていうのは、リバプールかチェルシーの選手をいかに安く、手に入れるかにかかってきますので、まあ、この選手、今の段階だとおすすめです。あと自分で、チェルシーかリバプールの選手、持っている方は、まあ、ここ、ゴールキーパーのところに、当てはめて、この辺ですね。まあ、ケミストリーが、もし85が、クリアできるのであれば、トレフカーであったり、今持っている選手を使うのも、いいと思います。レート74ですので、そこもね、気をつけてください。今回はこれ、ブンデスで、安く、ケミストリーをしっかり合わせて、リバプールの選手を、一番下に入れるというような方法をとっています。ぜひね、プレミアムジャ、ゴールドジャンボ、非常にお得ですので手に入れてみてください。では交換していきます。では最後ちょっとね、生放送で引きたい気もするので、プレミアムゴールドパックだけ、引いて、動画の方ね、終わっていこうと思います。で、ね、アプリで引く方が当たりやすいという伝説があります。で、結構ツイッターとか見てると、確かにアプリで引いている人の方が、いいパック、引いている、いい選手ですね、引いていることがよくあるので、まあ、演出にこだわらない、別に演出どうでもいいという方はアプリで引くこともおすすめですので、ね、アプリで引く選択肢も選んでみてください。お、GK、ケパ。84、いいですね。比較的、83以上の選手っていうのは、SBC の条件、レート83とかに、
がクリアできるので、84とか特にスペイン、チェルシー、まあ、ケパとか84あるので、結構 SBC で使われます。こういう選手は、持っておいて SBC の条件が来た時に、売るっていうのも一つ手ですので、この辺ね、すぐ売らないようにするのもおすすめです。はい、ということで、今回は SBC、おすすめ SBC の9月27日まで有効であるマーキーマッチアップの SBC 紹介でした。PSV 対アヤックスとチェルシーとリバプールのは非常におすすめです。こちらのですね、これは左上のやつはですね、シルバーパックなので、おすすめしません。ミラン対インテル、ミラン対インテルは、ミックス、プレミアムミックスプレイヤーパック。こちらちょっと詳細が分かってないんですが、こちらもですね、3000コイン、4000コインほどで、作ることができますので、もしね、コインに余裕ある方はこちらもやってみてください。こちらね、選手だけが出るものなので、比較的、元は取りやすいと思います。ぜひやってみてください。では、今回の動画はこの辺で終わります。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では、またね。